知県からやってきましたタキオンというチームです。私たちは、結成まだ今年で4年目の新しいチームなんですけれども、いろんなことに挑戦するっていうことで、頑張って活動してます。今年も新しいまたよそこいではこの踊りでない踊りを踊るようになってなってくると思いますので、また高知にも来ていただきたいなと思います。今から演舞する踊りは昨年のよさこい祭りで踊った踊りで、テーマは源氏、光源氏をテーマにして作っています。光源氏とそれを取り巻く女性たちの姿を待っていきたいなと思ってますので、皆さんよろしくお願いいたします。この風景にとっても似合うと思いまして、高知からはるばる京都までやってきましたので、思う存分楽しんで踊っていきたいと思います。よろしくお願いします。それではタキオンストーリーオブ源氏。Oh,
ございます。滝音でした。ここでちょっとお知らせをお願いします。はい、皆様、誠にありがとうございました。本日滝音30名程度で演舞させていただきましたが、最初にご紹介したように滝音高知を拠点として活動しているチームなんですけれども、本日は3名東京からも来て一緒に踊っています。そして今年からは関西支部も新しく立ち上げまして、一緒に8月の高知に向けてこのメンバーを今現在募っているところでございます。今ご覧いただきました4分半の演舞でぜひ私たちと一緒に踊りたいとご興味を持っていただいた方がいらっしゃいましたら、一度ホームページの方に足を運んでいただけたらと思います。本日は誠にありがとうございました。